わらわは旦那様のそばにいられるだけで満足にございます。旦那様、お帰りなさいませ。行かないで。わらわはずっと旦那様についていきます。ピライの皆さんに会いに行きましょう。私は殿に忠誠を誓い家政を仕切ります。俺の名は前田慶次。幼き頃より武道を極めてまいった。今までは自慢の武を発揮できる場がなかった。拙者は大谷義次。古今東西の様々な書を読み尽くした今、この知略で汝を勝利へ導きましょうぞ。拙者は黒田長政。慶書と師匠幅広く学び申した。この長政、殿のお力となりましょうぞ。私は森蘭丸。遊びや絵などもたしなんでおります。殿と共に偉大なる天下を目指しとうございます。旦那様は就任したばかりですので、まずは城内の経営状況をご案内いたします。旦那様、商売、農業、徴兵を実行できるようになりましたよ。今回はたくさん獲得しましたね。家来をタップしてレベルアップすることができますよ。思う存分生きれば、死はただの隠居に過ぎ。汝が我が友であることは。私は無。生きるなら己が死ん。旦那様、次は城の周りを見回ってみませんか。外出をタップして関所画面を開いてください。旦那様、屋敷の建物をタップすると、おめでとうございます。チュートリアルをクリアしましたよ。これからはメインストーリーをクリアして天下への道を切り開いてくださいませ。Thank you.
旦那様、お帰りなさいませ。旦那様のおそばにいられることが生涯で一番の幸せなのです。行かないで。旦那様、お帰りなさ。思う存分生きれば、死はただの隠居に過ぎない。拙者は大谷義次。拙者は黒田長政。私は殿に忠誠を誓い、加勢を仕切ります。
旦那様、お帰りなさいませ。全ての物事に終わりがあるとは限らない。思う存分生きれ。拙者は大谷義次。拙者は黒田長政。命は私は殿に忠誠を誓い、加勢を仕切ります。俺の名は前田慶次。汝が我が友であることは。生きるなら己が信ずるも。命は本来意味のないもの。己を厳しく管理することで物事は成就するのだ。初めてあなたに会った時のことは今でも鮮明に覚えている。初めてあなたに会った時のことは今。己を厳しく管理することで物事は成就するのだ。初めてあなたに会った時のこと。旦那様、わらわは本願寺に行って旦那様のために祈ってない。行かないで。わらわは旦那様のそばにいられるだけで満足にござ。
全ての物事に終わりがあるとは